熊本市北区陣内 A 様から国産仏壇ご注文購入喜びのお声はがきいただきました。こちらこそありがとうございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田幸喜でございます。2020年1月11日月曜日、今ちょうどですね朝5時42分の朝動画でございます。今日は外0度ですね。やっぱ冷えてますね。はい、でも今日も元気に頑張っていきたいと思います。やっぱもう何よりもコルが一番の私の元気の元でございます。もう本当 A 様ありがとうございます。12月に納めさせていただいたこちらのですね国産仏壇、大きな国産仏壇、熊本100年というお仏壇になりますけどね、こちらを納入させていただいて、こちらがその写真ですね。大きな一軒のお仏間にしっかり入っておりますね。いいですね。本当はやっぱ良かなと私も思いました。でそちらの A 様からですねお喜びの声はがきいただきました。早速読まさせていただきます。寒中お見舞い申し上げます。年末は大変お世話になりありがとうございました。おかげさまで父の十三回忌を済ませることができました。寒さ厳しきおりお体どうぞご自愛ください。皆様にもよろしくお伝えくださいませ。ありがとうございます。もうこちらこそですね、もう本当にですね、もうこれありがたいお声ですね。13回忌のお礼報告はがきですね、お喜びの声いただきました。国産仏壇熊本100年ご注文、こちらのお仏壇ですね、令和の名工大坂4兄弟様ですね、こちらにいらっしゃいますけどね、4人で作ってらっしゃいます令和の名工大坂4兄弟様がですね、真心込めてですね丁寧に作ります。輪島漆器の技術を生かしてですね手塗りでございます。今手塗りってなかったですよ。今ほとんどもう9割は中国製でございます。もうちょっといってるかな、もう9割超えたかもしれないですね。大坂様のですねお仏壇見てください。生地から作って丁寧に手塗りですね、これ素晴らしいですね。もうこれはもう職人様の手作りなんですよね。こちらちょっとこうやってですねほら見てください。この方ですね、こういうかほらこういう感じですよ。もうこれやっぱり素晴らしいと思います。私は芸術品だと思ってる。これは漆の調合する機械、これ毎日調合されるんですよね。でおっしゃいましたね、午前と午後でも買えますとおっしゃってらっしゃいましたね。素晴らしいです。これ漆を塗るハケでございますね。これは女性の髪の毛で作っていらっしゃいますね。これをですね長年使い込んでいかれるというですね、もうこういう真心のこもったですねお仏壇でございます。やっぱ私はですね、いや日本の職人さんがですね真心のこもったお仏壇はですねやっぱ運気が変わると思います。人生が変わる国産仏壇だと私は思っておりますけどですね、はい、まあそういう形でですね、この国産仏壇購入のお客様からですねありがたいお声をいただきました。購入お喜びお礼はがき、輪島漆器の技術を生かした天然漆の手塗り仕上げのお仏壇でございます。 A 様はですね、商売をしてらっしゃいます、商家でいらっしゃいますね。で一軒の大きな仏間、ちゅうかですねここはですね仏間部屋があるんですよね。床の間があって、普通床の間の方に仏間じゃないですか。違うんですよね。ここはもう、床の間の部屋、仏間の部屋って別々であるんですね。素晴らしいお宅だなと思いました。一軒の大きな仏間がございます。で、そちらにですね、綺麗に収めさせていただきました。で、令和の名工、大坂四兄弟親方がですね、に真心を込めて作ったお仏壇でございます。その気持ちがやっぱりですね、お客様にも伝わったのではないかなと思っております。はい。これからもですね、自信を持ってですね、お客様にこれからも頑張って私たち販売してまいります。一つよろしくお願い申し上げます。はい。ではここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございます。これよりお礼を申し上げます。皆様の開運があって、お祈り申し上げます。